どん底を味わったスーパースターは再びワールドカップに戻ってきました。そしてリバウドとロナウジーニョ、 3R と呼ばれる攻撃トリオは王国復活を誓っていました。初戦の相手は48年ぶりに出場したトルコ。しかしブラジルはいきなり先制点を許します。前半ロスタイム、トルコのハサンに豪快に蹴り込まれ失点。最悪のスタートでした。1点リードを許して折り返した後半、逆境を跳ね返したのはロナウドでした。トルコの激しいタックルにもひるまず、ゴールを目指すロナウド。そして後半開始早々の5分、リバウドからのクロスにロナウドは飛び込みます。つま先わずか数センチ、ロナウドの執念が生んだゴールでした。そして後半40分、トルコのゴールキーパーのクリアミスで得たチャンス、微妙な判定ながらペナルティーキックを獲得します。蹴るのはリバウド。逆転したブラジルは苦しみながらも白星スタートを飾りました。第2戦の相手は中国。この試合からブラジルのゴールラッシュが始まります。まず前半15分、ロベルト・カルロスの豪快な左足が炸裂。前半32分にはロナウジーニョからのセンタリングをリバウド。前半終了間際、ロナウジーニョがワールドカップ初ゴールとなる PK を決め、3対0。そして後半10分、ロナウドがとどめを刺し、4対0の完勝。早くも1次リーグ突破を決めました。1次リーグ最終戦の相手はコスタリカ。この日もブラジルの勢いは止まりません。前半10分、ロナウドが蹴り込み先制。さらにその3分後、ロナウドが今大会4得点目のゴールをネットに突き刺します。前半38分にはエジミューソンが華麗なゴールを決め3対0。一方で1次リーグのブラジルは守備に不安も残しました。コスタリカのワンチョペに蹴り込まれ1点を返されると、後半に入ってペースをつかめないままゴメスにダイビングヘッドを決められ1点差まで追い上げられます。しかしブラジルの攻撃はコスタリカより1枚も2枚も上でした。
後半17分、リバウドが決め再び2点差に突き放すと、その2分後、ジュニオールがきれいに流し込んで5点目。2失点は喫したものの、それを補って余りある攻撃でグループをトップで通過。サッカー王国とロナウドは復活へ向け、鮮烈に1次リーグを勝ち抜いたのです。